様の皆様おめでとうございます。改めておはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。これはルカの一章のところでですね、バブテスマのヨハネのが生まれるときに、そのお母さんとお父さんのエリザベツと、お母さんエリザベツとお父さんはザカリアですけど、特にザカリアの方に天使が来て、そのバブテスマのヨハネが生まれるよってことを言われたときのことの話ですけれども、この半年後にいわゆる時代国史と言われているマリアがイエス様の誕生とかあるんですけども、今日はこのところからですね、今読んでもらった前も後も含めて一章全体を見ながら、そこから学んでいきたいと思っています。教会の名前は変わりました。で、賛美の後にその教会の名前が変わったことのいきさつについて、パウロ秋元牧師が、先週の第2礼拝で病院から、もたにされたんですけど、先週の水曜日に、日曜日、外出してメッセージされました。それを第7礼拝でもそれを流したんで、今日もちょっとどういう経緯でかかったかを、話されているのを聞いた後、御子神に詳しく載ってますので、ちょっとこれを見ながら確認をしたいと思います。で、安定教会が変わったんですけど、長崎教会も、当初どうしようかなと思ったんですけど、十字架っていうのはなくなったんでショックだったんですけども、話を聞いて夜もう一度聞き直してですね、で祈ったところで、はっきり確認ができましたので、長崎教会も、The Light of Eternal Agape、どういうことだったら、日本語ですとクライストチャーチ、永遠の恵みの愛の光っていう意味であります。そういう名前でありますけど、後で説明があると思いますけれども、その後に少しお話をしたいと思います。それから、今日のメッセージの方に入っていきたいと思います。それじゃあ賛美の時をお持ちしたいと思います。あれ、詩編がなかなかちょっと歌えなくて申し訳ありません。次回ぐらいからは歌えなくても詩編を、やり始めたいと思いますが、今日は詩編なしですのでごめんなさい。ビクトリークラウン40番からですね。40番の次は32番、大丈夫ですよね。42番でプレイヤーソングですね。はい、それでは賛美の時を始めたいと思います。いいですかね。はい、お願いします。お立ちの方はお立ちください。座ったままでも全然結構ですよ。きつい方は、でも心から主を礼拝したいと思います。じゃあお願いします。古いものは過ぎ全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。新しい毎日の中で何が正しいのかも忘れて、ただ流されて漂わされて、お気軽にした熱い思いをもういいから隠していないで、もう一回その顔を上げて、雲を吹き飛ばし陽気を伸ばし取り戻すため闇の旅を突き抜けて、光が差す方へさあ踏み出そう。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。愛の心を持って歩き出す確かな希望だけ携えて、恵みの時を救いの日を最後まで諦めないで、たった一つのゴール目指して戦い続ける、遥かな道信じ続けて受け止めよう勝利の冠を。新しい使命を受けてまた次の場所へさあ旅立とう。古いものは
次に去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。ハレルヤ。主を呼び求めよう。32番。私は主を愛する、主は私の声に、私のこの祈りに応えてくださるから、私は生きる限り主を呼び求めよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から褒めたたえよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から呼び求めよう。私は主を愛する、主は私の声に、私のこの祈りに応えてくださるから、私は生きる限り主を呼び求めよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から褒めたたえよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から呼び求めよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から褒めたたえよう。ハレルヤ。大いなる皆を心から呼び求めよう。一つの麦を賛美して霊歌に入ります。天が地よりも高いように、あなたの思いは高く、天の臨在降り注ぐ永遠の時を思う。一粒の地に落ちて豊かな実を結ぶために、愛喜び平安ゆくりの実を豊かに借り
私の時が来るときに私の言葉は成就していくことをあなた方は既に知っています。そして私の時が今この群れ全体に始まってきたことを覚えなさい。それはあなたにもやってきます。恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時あなたは神の支え、神の守り、神の助けを見ていくだろうと主を仰います。今まであなたの体験したことのない、味わったことのない神の愛の深さ、高さ、広さをあなたはさらに知るようになっていきます。恐れてはいけません。強く惜しく会いなさい。私の言葉が確かな保証である。あなたは信仰を持って踏み出しなさいと主は仰られます。このあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。すべて祈りに変えていきなさい。私があなたの思いをはるかに超えて高く、その祈りに応えていこうと主は言われます。The light of eternal agape、 永遠のアガペ、神の愛の光、この言葉が与えられたことを心に留めなさい。まさに永遠の愛の神の光があなた方の心に、この教会に、この群れに注がれてくる、現れてくると知られます。闇の力を恐れてはいけません。光にそれは打ち勝てないからです。完全なる敗北がそこにはあります。あなた方は圧倒的な完全な勝利者としての神の光を受けていくことを覚えなさい。すでにそれは注がれている。あなた方がその光を見るとき、その勝利は確かになると主は仰られます。プレアーソンクルは神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主、イエス様、イエス様、我が救い、イエス様、イエス様、イエス様、私、イエス様、イエス様、我が救い。ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。
また今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心から感謝します。インターネットでオンラインで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。今日の締め、長崎教会の主任牧師であられるイエス様が牧会してくださっている数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてくださり、私たちに励ましと慰めと主にある希望を与えてくださり、どうぞ減り下って私は聞きます。どうぞ語る者の雲を減り下ります。神の言葉を語ってくださり、神の言葉によって信仰を養ってください。信じます、感謝します、心からありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。